平成24年12月9日日曜日、北西市民会館で第8回いなべ市民人権フェスティバルが開催されました。今回のテーマは優しさ、思いやり、愛、命。会場には来年度設立10周年を迎えるメシェレいなべの活動報告をはじめ、市の関係部署が行う取り組みの紹介や市内各種団体の活動紹介の展示、そして愛をテーマにしたポスターと標語の入賞作品の紹介も行われました。また大切な人への思いをメッセージにしたためた思いやりの木の展示では、来場者の皆さんの優しさがあふれるメッセージが飾られていました。午前中ホールで親子の絆や思いやりの心を伝えるアニメ映画が上映されたほか、午後には愛をテーマにしたポスターと標語の入賞作品の表彰が行われました。小中学生を対象に募集が行われたポスター部門には580点の応募があり、大安中学校2年生梅山みどりさん、八田小学校6年生吹田玲奈さん、そして三郷小学校1年生日置優愛さんの3つの作品が最優秀賞に選ばれたほか、小学生から一般までの作品1797点が集まった標語では、トヨタ車体株式会社いなべ工場久保田貴則さんのやめようよ、見て見ぬふりと知らんふりが最優秀賞に輝きました。また法務省が主催する第32回全国中学生人権作文コンテスト三重県大会で奨励賞を受賞した2人の表彰も行われました。表彰式の後のステージでは、地元で活躍するアマチュア劇団いなべ川の皆さんが認知症をめぐってのヒューマンドラマ流星に捧げるを熱演しました。演出を担当した北西町在住幅正和さんは、人間は人との関わりや認められることで心が満たされ、生きる喜びや勇気が湧いてくるんですと話し、演劇を通して弱者への正しい向き合い方を伝えていました。メシェレいなべの事務局長神谷敦さんは、今後も市民の皆さんにメシェレいなべが行っている地域交流活動やメシェレ映画館などに参加していただき、豊かな暮らしとお互いを尊重するまちづくりにご理解いただけるよう努めていきたいですと話していました。